ママ言ってた。私がアイドルになるんじゃないか。私なんかでもなれると思う。儲かりたいなら別の仕事の方が手っ取り早い。ファンは常に身勝手で。それでもママはキラキラしてた。B は立ち直っていくのだろう。俺は生一度死んだ身だ。愛がいないならこんな世界。のストーカーと俺を殺した男、なぜ愛が入院した病院を突き止められた。なぜ引っ越したばかりの新居に来た。犯人の男は何のスキルもない学生な探偵みたいなことができたとは到底思う。法提供者がいる。愛の相当近いところ。同僚、愛に親族がいないのは分かりきってる。連絡先も知らない様子だった。したら残るは僕らの父親。社長たちにも頑なに交友関係の狭さを考えれば、相手は同業者の可能性。そいつと俺に血縁関係、後発から遺伝子検査で割り出せる。な目に合わせて芸能界にいる。まだ死んでられない。付け出して俺の手で妻では。